なんとなく集まって勝手な話ステーション。こんにちは。こんにちは。あれ？はい。ちょっと花粉症でちょっとテンポがとろくなってる藤野です。同じく花粉症の道下沙織です。花粉症は全く関係ない成田葵です。イエーイ。いやきついですこの時期。ね、きついね。実際辛いですね花粉。痒くない目の周り。痒いしもう鼻がズルズル。鼻もくる。きついね。花粉症。なぜ花粉症がこの世にあるんだろう、うん、みたいな。いいですね。もう全く。なんか地方。皆無。いいな。いいですね、うん。地方出身者は花粉症になりづらいって聞きません？プラス。そうなの。そう。秋田は杉の産地だから。あ、慣れてるんだ。何なんですか？免疫？もうある、あでも親戚のおじさんは昔秋田に住んでたけど、はい、こっち出てきて花粉症になってるから、うん、ちょっと待って、秋田は杉の産地なんだ。そうそうそう、すごいですか、うん、初めて知った。私の住んでる地域はもう秋田杉がすごくって、それ売って鳥とか、うん、杉山が結構、うん、それでか。ってことは皆さん秋田に来たら死んじゃうね。死ぬかも。今の時期ダメダメ、うん、今杉花粉だっけ、3月は来てますよね、今ピークじゃないですか。来てますね、もうやだやだ。え、じゃあこっちの杉と一緒なんですか？なんか秋田さんの杉の方が優しそうな気する。いや、それ関係ない。ただその東京の花粉はそういうちょっと、うん、いろんなものが悪異物がくっついちゃって、うん、例えば田舎だと花粉が土の中に入っていくけど入る場所がないじゃない。それでいろんなものが浮遊してバーってなって、で鼻の中入っていくから結構強烈な花粉となって体内に入るから厳しいって。うーん、そう、雨が降ると普通はほら降ったりすると下に行くけど、こっちの方ってアスファルトだから下に行くこともできず、乾くとまたパーンって中のものが飛び出してすごいっていう話は聞いたことがある。でもあのね、5年、何年前だろう、5、6年前に大量に花粉が飛んだ時にデビューしたの、うん、あ、そうだ、デビューするんだよね。デビューしたの。いつデビューするか分かんないですよ。なんかそれが怖いんだよね。それが怖い。ついに来たかみたいな。デビューしちゃうと毎年なっちゃうんですよね、うん、そうそう。でもまだ多分マシな方かも、うん、ひどい人はすごいから、うん、まだね、まだマシな方だと思う。お薬とかはやってない？飲んでるけど、飲まなくても大丈夫な日もあるから、うん、日による。例えばそのヨーグルトが効くとか、レンコンの吸った汁がいいとか言うけど、それって普段から食べてるとそういう免疫力ついてならな、どうなんだろう、どうなのかな、体に免疫がつけばいいのかな、わかんない。でも一回なったら治らないのかな、やっぱり。でももうさ、ほとんど今花粉症でしょ。ほとんど3人に1人ぐらい、うん、もっと珍しいぐらい花粉症じゃないんやみたいな、みたいな、すごいみたいな。逆にいいな、秋田出身とかテレビで見ちゃう。いやでもね、なってる人はなってると思うけど、秋田の人でも。本当ですか？うちいないもんな。え、秋田ってさ、あれ、うん、佐々木のぞみちゃん。あ、そう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 。そっか、関係ないけどごめん。ちょうど秋田駅を出るとフォーラスっていう、うん、そういうショッピングビルみたいなのがあって、うんうん、そこでバイトしててスカウトされたっていう。すごいよね、秋田で。そう、秋田美人って言いますか、ね、だって可愛いもんね。いいな、うん、いいですね、秋田出身とかってね、色白 で、ね、やっぱ黒い人はいないの？いるよ、ガングロとかいる？ガングロじゃないけど、うん、クラスに一人ちょっと色の黒い子がいて、一人一人いたの。そしたら先祖が炭焼きやってたって言うから、え、それどこまで本当か分かんないけど、その子だけはなんか色黒いんだよね、ずっと秋田にいるんだけど。え、じゃあ基本ほとんどの人は色白いの、秋田の人は。うん、ほとんど白いっていうか、うん、そんなにね、夏も長くないし日に焼ける期間がないから、男の人でも綺麗な肌してる人とかいるね、うん、いいな、いいですね。私超乾燥肌やから、なんか餅肌、うん、餅肌になりたい。でまだ若いんだよ、まだ大丈夫ですか。もう若くないですよ。もうね、あれが見えてきてますから。何が見えてきた？
何あれって三十の川がみそじが、あ私なんか今度よそじの川がどん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 迫ってきてる。すごい。よそじ、うん、みそじ、みそじ、みそじはもうね、はるか向こうに今、まあいいもんだよ30代も本当に、うん、いやなんか、ね、情緒安定しますよね。いろいろ自分はもう一通り経験して分かってるから、あこういう時はこうだみたいな。いやなんかこう自分がついてきなさすぎて、うん、このなんていうのかな、見た目も若く見えてるし、うん、なんか多分精神年齢もなんかその年代ではないっていうか、なんか気がまだまだなんか24ぐらいのまま止まってますみたいな。やばい。いやでもこんな落ち着きのない人でいいんでしょうかみたいな。いや落ち着きない大人いっぱいいるからね。大丈夫だと思うよ。いっぱいいるいる。それぞれだから個性だから。それはでなんかやっぱ昔勉強しとけばよかったなってすごい思う。それはね思うね。いやなんか本当に分かんないことが多すぎてね、最近ちょっともう昔はまあ若いからみたいな、あるよね、そういうのあるよね、もうそれ通用しない年になってきて、ただのバカですみたいな、もうやばい、とか読めないとやばっとか恥ずかしいとか思っちゃう。分かる分かる、本当にやばいよね。ただ今ほら携帯もあるから、そうね、そう字を書かなくなったよね。そうなんか分かんない字があるとまず携帯で調べて調べる。単純な字が分かんない時が多いの。あれこれどんな字だったっけみたいな。確かに確かにそうなんだよね、便利になりすぎて。そう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 。えポケベルの時代知ってる？知ってる。ポケベル、あでも私は持ってなかったけど、私中学校の時超流行ってポケベルが、ったんだ、めっちゃ流行ってみんな持ってて、でお父さんにねだって買ってもらったんだ。お母さんがダメって言ってたけど、お父さんって言ってお父さん甘いから買ってくれた。あそうやね。そうでお母さんに怒られてた、もうとか、あ何してんのでも買っちゃったからもう仕方ないみたいな。そうだよね。だから最初携帯もそのポケベル打ちができたんでしょ。なんかそういうなんか打ち方なんかできたとか、どうなんだろう、なんか公衆電話とかからよく私打ってたけどね。でなんかあの最初ポケベル持って中学校の時に、うん、わーってなって PHS、うん、高1ぐらいの時に PHS 持って、もう高2から携帯持ってた。高2で携帯、もうそこでみんな携帯にチェンジしたから、ピッチとか持ってたら古いみたいになって、なんか、それってお金は親が持ち？いやもう高校になったらバイトしてたから、それは自分で払ってたけど、ポケベルは多分お父さんでも多分そんな高くなかったはずやから。でも私多分社会人とか短大生ぐらいで、あのドラマでポケベルが鳴らなくて、なんじゃ歌かなんかであったんだよね、ポケベル聞いたことあるそう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 、あれだって聞いてたのが、うん、短大だったか社会人だったかそれぐらいの、もう年だったからね。そう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 、懐かしいな。懐かしい。なんかでも今の子みんな携帯が当たり前になってて、うんうん、携帯もどんどん進化してて、すごい進化 ね、ちょっとスマートフォンデビューも、ね、いや多分もう今なんか機種編のカタログ見るとみんな最初の方スマートフォンだから、きっともうこれ次あスマートフォン来るなみたいな、そうそうそう、それが当たり前になるんだよね、きっと。だろうね。またこれが珍しいとか言われる。そうなんか昔は2つ折りじゃない携帯っていうのがあったよね。そうだよ、これだけ珍ないもんでなんか2つ折りになって、そうそうそう、で分厚いのが薄くなって、そうそうそう、で進化をたどってきてるから、多分次スマートフォンが来るんだよね、きっと。じゃあ言ってた店員の人が機械にあの、うん、見に行った時に、うん、ちょっと私やっぱり機械に弱いんで携帯にしようかと思うんですけど、でも今スマートフォンがすごいんでこれからどうなっていくんですかって言ったら、もうスマートフォンでしょうねみたいな、もう携帯はどんどんやっぱりなくなってくるでしょうみたいなことをやると、はっと思って、じゃあ今携帯買ったら私も結構長く持っちゃう方だから、うん、もうスマートフォンに変えた方がいいかなと思って、うん、ちょっと最先端行っとかないと調子合うのが結構遅くなっちゃうからそう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 と思って、うん、
最初その iPhone とスマートフォンの違いが分からないとか、うん、何が違うんだろうとか。私もあまり分かんない、うん、スマートフォン高い？高いんじゃない？高い、うん、でもなんかこう画面がさ出てるっていうのがなんか嫌なの。私も嫌だよ。なんか誰がからかかってきたかすぐ分かるし、なんか気軽に置いとけない。うん、確かに確かに落ち着かない。なんか、うん、ケースはあるけどね、ちょっとね。そうなんだよね。でもちょっとほらなんかこう指でポッポッてこうなんていうの、うん、なんかこうシュッ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 ってやってるの見て、あーなんかかっこいいな、かっこいいな、ね、最先端いってるね、うん、みたいな、うん、そうそうそう、それは感じる。確かに、うん、サルモ、じゃあ次スマートフォン変えよう。ねえ、CM でさ今やあの au とか見てると、うん、何々何って言うだけでポーンと出てくるからすごいと思って。私あのドコモの携帯が欲しい。あの渡辺謙さんついてくるやつ。渡辺謙さんが欲しいよね、うん、分かる。あの携帯欲しい。かっこよすぎる。いいなと思って。いいよ ね、 ね、ああいうの。もっともっと進化していくんだろうけど、ね、でも春やからもうすぐ桜も咲くし。咲くね。そういえば桜の行けないの結構花見とかきつい感じなの。あ、罰ゲームですね確実に。本当絶対断りますね。桜って花粉出るの？いや桜は出ないんですけど、外に長時間、うんうんうん、天気のいい日はちょうど花粉のピークの時期と重なるので。藤野ちゃんは長いの花粉歴？はい、長いですね。二十歳ぐらいからですか、ね、結構。あ、でも二十歳か、学生だ、はい、あら、美味しい時期を、ね、そうですね、花粉症で。うん、1ヶ月ね、3月1ヶ月はね。きついね。なんかみんな暗いよ。暗いですよ、大丈夫です。お葬式みたいになってるよ。そうもそうなんだよね、花粉症とかそういう話になっちゃうとね、うん、あ、同情しちゃうんですか？同情というか、うちなったことがないから、うん、なんか辛いそうだなと思うんだけど、ある意味ちょっと私だけなんかこう乗り遅れてる的な。それはないや。いや全然ならないに越したことないよね。いないよね、うん、多分やっぱりその秋田杉の花粉が、うん、体の中に守ってくれてんね、多分花粉。あ、一番最初のやっぱり三つ子の魂って大事なんでしょうね。なんかそれちょっと違う気がする。体の三つ子までの若い一番本当の基礎ができる時期の、うーん、体の免疫作る時期に。そう、三つ子の魂っていうのはそういう意味、なんか覚えるっていうか経験したことは忘れない。だからそのね、小さい頃にもきちんとやっぱりしつけ、うん、なんかそういうことを教えたりとかしてるけど、体の免疫力はどうなのかは。あ、それと別ですか。なんか同じような感じ。どうなんだろうって今なんか、うん、ちょっと違うかも。違う。うん、うん、でもうまく説明できひんから、まあ、うん、言いたいことはすごいわかる。わかる、わかる。小さい頃からやっぱり免疫力つけてるとね、はあ、ちっちゃい時のあれって、うん、基礎になっちゃいますよね、うん、一生のね。そう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 ね。なんか地方出身者羨ましいですもん。そう、うん、私は都会の人羨ましかったけど、そうだって苦労しなくて、苦労、苦労って変だけど、こっちに家があるから変な話、そのなんていうの、自分のあの、うん、なんかた、ね、遊ぶお金とか服買うお金とか、一人暮らしとかしなくていいから。そうそうそう、それはあるかも。家賃とかさ、やっぱりね、家賃高いね、高いから。うん、一人で住むとやっぱ分かるよね、親のありがたさが。特に芝居とかやってるとほら、ね、お金不安定だからみんな連絡取れなくなるからね。舞台終わった後みんな必死で働いてるから。真中には携帯止められる人もいたりとか。いたい。そう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 、ね、本当になかなか。うん、なんだよね。でもね、やっぱ好きなことができるっていいことやから。そうですよ。そうそうそう、なかなかね、なかなかね、できないから、だから幸せ者なんですよ、私たちは。なんか死んでいく人みたいな。いや、
幸せなんですよ。本当ね、いや多分ね、なんか幸せなのに気づかなすぎてるの、この幸せが当たり前すぎて、多分みんなの幸せのレベルが上がってるの。多分何十年前とかはさ、その戦争があったりとか、そうですよね、それ生きることに必死だったけど、ね、今その危機感もなく、うん、ないよね、明日死ぬかもしれない、うん、危機感はないね。でもなんかあの時のハングリーさ精神とかは、うん、なんかねやっぱり失ってほしくないなって思ったりするよね。なんかそういうドラマとか映画とか見ると、今後の日本がだって怖いもん、怖い正直、うん、もうね、怖いね、うん、怖いニュースばっかり。最近の若者がちょっとね、うん、大丈夫かしらみたいな、うん、そうそうそう、しっかりしてる子はすっごいしっかりしてるんだけど、うん、だってもう私たちの世代でギリギリぐらいからもうちょっとおかしくなり始めてて、成人式で暴れたりとかしだした時期だったの、もうすでに もはやゆとり世代が来ると怖いだよね。うん、でもいい子もいっぱいいるけどね。そう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 、悪い子じゃない、ね、みんな、うん、何の話これ、まとまりない、ちょっとダメダメ、今日まとめる人いないからあかん、ね、あー見ちゃいないかんでも、ね、こんなん言ってる間にお時間だし、そうよ、まあそんな感じでね、ダメダメ、来週はきっと、ね、ちょっとなんか明るい話したい ね、 そうだね、春だから ね、そうしましょう。じゃあ来週のテーマは春、ね、ピンク、サオリンみたいな、わかりました、ということで進んでいきましょう、来週ピンクサオリンで、はい、てな感じで今日は道下沙織と藤野めぐみと成田和子でした。ではまた来週、バイバイ。バイバ